上板町人宅技西金谷にある公立中学校。上板町にある唯一の中学校である。通称、上中。1947年4月1日、学生改革により、新生中学校の制度が始まった。現在の上板町に相当する松島町、大仙村、高志村では、それぞれ、松島中学校。 第三中学校、高市中学校を創立し、松島中は松島省、第三中は上卓省と東高省、高市中は高市省の各小学校校舎の一部を使用して始まった。1948年松島中の第一期工事、木造平屋3教室完成。1949年、高市中第一期工事、普通教室4。 付属建物1が完成した。1951年、退散中に新校舎完成、松島中第3期工事で6教室及び、付属建物完成、高市中第2期工事で、職員室、普通教室4、特別教室2が完成した。1950年山町村の合併により、上板町が発足し、松島中は、上板町に市中学校、 第三中は、上板東中学校、高市中は、上板南中学校とそれぞれ解消。さらに翌年、上板町松島中学校、上板町第三中学校、上板町高市中学校と再度解消した。町の合併直後から3中学校を統合することが、検討され、1960年、形式上統合された。1960年4月11日、 三中学校を統合し、板野郡上板中学校が発足したが、まだ新校舎予定地の買収をしている、異段階で、授業は従来通り旧三中学校の校舎に分かれて行われた。1962年6月1日、第1期、第2期工事が完成し、新校舎での授業が始まった。この時期1962年野球部が、県下で優勝。 1965年陸上部優勝、稲岡道夫が走り高飛びで、日本中学新記録を出すなど、運動部が活躍した。1970年から72年まで、及び1975年から翌年にかけて、文部省から、童話教育研究指定校に指定された。1981年体操部が、四国大会で優勝し、全国大会3位。 翌年も四国大会で優勝し、全国大会4位となった。近年では野球部が喧嘩複数の大会で優勝。また、2018年の全日本少年難式野球大会四国予選で、準優勝など、県大会にとどまらず著しい活躍を見せている。その他の運動部では、柔道部は喧嘩で優勝。個人では、全国大会出場者を輩出。 陸上部は、県大会での上位入賞者、四国大会出場者を多数輩出、ジュニアオリンピック出場者も輩出している。文化部では、吹奏楽部が、県大会で金賞を複数回受賞している。その他、部活動以外でも、県英語弁論大会で最優秀賞を受賞、全国大会に出場したものを複数回、輩出しており、様々な面で活躍している。 中学校と言える。一方で、近年は、上板町長による、体育館建て替え工事での完成談合事件、技術教師の強制わいせつ事件など、不祥事も発生している。ありがとうございます。